試合のメンタルを作り上げていきます。おそらくこの PKL で初めてねペアを組んだダブルスだとか、またミックスもなかなかツアーでね経験が少ないという選手も多いでしょうね。そうですね。森田選手はどうですか、ミックスダブルス。ほとんどやったことないです。ほぼないですか。はい。そうなりますと経験が少ない選手結構ね、男子と組むとか、あと男子のボールを受けるとか大変かもしれませんね。昔に錦織圭選手とのペアで錦織圭選手とのペアでミックスダブルス、どうでしたか。あ、それはジュニア。いや、ちょっと記憶に。ジュニアじゃなかった。あ、ミックスがあるってことはもうグランドスラムが全日本ってことですね。ですから女子選手
手からすると相手の上杉選手のサーブを受けるという、そうですね、ことにもなるわけですね。はい、さあ、そういった中でこのミックスダブルスも5ゲーム選手で行われます。さあ、一方の審判台に向かって右側、関口ホワイトラビッツ、上杉海斗選手、阿部ゆかり選手です。さあ、上杉海斗選手は大阪府堺市出身の25歳、清風高校や慶応義塾大学、名門ですね。はい、全日本選手権のミックスダブルス優勝、これパートナーが西本めぐみ選手、ね、あのユニバーシアードのミックスダブルス優勝、もう豊富にあって結果を残している。上杉海斗選手のプレーも本当にパワフルでスピードがありますね。そしてその上杉海斗選手のパートナーが先ほども女子ダブルスで試合を行いました阿部ゆかり選手です。さあ、阿部選手、広島市出身ですけど現在22歳、先ほどの女子ダブルスもね、すでに試合を経験していますが、緊張感からミスが増えたという話もありました。はい、まあ、2試合目ということで、1試合よりはリラックスして、うん、しいですね。体もね、温まってるでしょうし、はい、あとはこう信頼できるパートナーがいますからね。はい、特にこのミックスダブルス、おそらくこうね、男子の選手のサービスゲームを確認キープしないとと。そうですね。はい、男子選手としてもそんな絶対落とせないゲームじゃないかなと。落とすわけにいかないとね。落とすわけがない。一方の女子の選手のサービスゲームどうですか？そこはやはり男子選手がありなんていうことになると、はい、多少こう工夫をしていかないと。うん、ですから女子選手のサービスゲームになりますと、男子のパートナーが前にいるわけですから、はい、そこでこう、ね、どれぐらい、そうですね、男子選手が動けるかっていうのもありますし、うん、女子選手、まあ、サーブのコースなり、はい、キラーのコースですね、うん、を、まあ、いろいろ工夫しないと、なかなか男子選手からポイントを取るというのは難しいんじゃないかなと思います。あとちょっとね、噂に聞いたんですけど、上杉海斗選手は女子選手相手にも遠慮しないそうですね。そうなんですね。なんか女子選手に向かっても本気で打ち込んでいくというね、噂は聞いております。まあ、こういったの割り切りも当然必要にはなってくるんでしょうね。そうですね、女子選手にやはり遠慮して打たないと攻撃を取りたいと思う、はい、そこは難しいところですけど、遠慮なく、まあ、いかないですよね。しょうか、あまり体に向かってぶつけていくというのはね、ないかもしれませんけども、はい、それに近いショットが、ね、見られるかもしれません。ちなみに今回の PTL の大会前のドラフト会議、もう1巡目に男子で上杉選手がね、両チームが1位指名したという、そのあたりのプレーも存分に発揮していただきたいと思います。当然この第3試合勝ったチーム、そして何ポイント、何ゲーム差で勝つかというと、結構もう試合をね、かなり優に進められるような第3試合になりそうですね。さあ、ミックスダブルス、ウォーミングアップの終盤戦に入っています。この時間帯も結構打ち込んでいますね。原博康選手もね、全日本選手権シングスもそしてダブルスも優勝経験があります。さらに冷え込んできました。で、ね、ご観戦中の皆さんも風邪をひかないように
ンチのチームの雰囲気作り、ピーターパン盛り上がってますか？はい、盛り上がってます。だいぶ緊張感がチームなんでね、そうですね、ここでどちらが前に出るか、そうです、うん、あら、さあ、先に選手を受け取ったセクシーボイカミッツ、第3試合ミックスダブルスです。チームレッド、ピーターパン、江原博也選手、佐久根佳菜子選手ペア対関口ホワイトラビッツ、上杉海人選手、阿部ゆかり選手ペア、5ゲーム選手ノーアドバンテージ。まずはチームレッド、ピーターパン、江原博也選手のサーブで試合が始まります。皆さん拍手をお願いします。
たりの声掛けは大事ですね。さあ、これで15オール。ワイドさん、今度は決まった。観客の皆さんもワイドさんからご注意ください。結構切れていますので、はい、頑張ります。さあ、15です。はい、結構ストレートかけてます。
井原選手に個人的な意味があるのではなさそうですよね。ナイスイングです。かなり力を込めて打ち込んでいきます。さあこれで130から4030、はい、ゲームポイント、リターナー上杉選手、リターン、上杉選手飛び込んでいく、角度をつけた、これナイスゲーム。女子のサーブですのでリターナーが女子ということになりますから、うん、はい、先ほどはストレートアタックを見せた阿部選手、打ち込んでくるか、ゲームポイントでもあり、ゲームポイントでもあります。作戦の確認、
中尾良です。当たって入りました。
これでそういうことですね。3040で他を下がって選手後ろに下がります。大きな大きなブレイクチャンス。ダブル
は沈んで上杉選手を返していたんですが、ポイントを取って、
今はチェンジなし。はい。Thank you.
何もしてないんだけど。ごめんね、うちの原がね。もう何もしてないよ。もっと後やん、もう。出直してくるわ、これ。チームレッド、勝利おめでとうございます。そうですね、自分にプレッシャーをかけすぎて、全然思うようにプレーができなくて、でも、渡辺選手は本当に、ダンシャーっていうぐらいサポートしてたので、最後は結構自分らしいプレーを勝てたのかなと思います。渡辺選手、結構上杉選手のボールにも反応してて、よく返したなと思うんですけど、試合振り返って、どうでしたか？最初はすごく緊張してしまって、もう本当、返すことしかできなかったんですけど、途中からなんか2バックがちょっとアイデアをいっぱい木原さんからもらって、少しずつ自分のプレーができて、引っ張ることができて、立てることができて、本当によかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。選手に後を託して応援頑張りたいと思います、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。そして上杉海斗選手です。海斗選手ね、もう一個というところですけどね。そうですね、最後まで引っ張れなかった、申し訳なかったと思います。ただもう凄まじいまでの大きな回りで結構どよめいてましたよ。いやもうこの日は楽しく、ちょっと邪魔しすぎた部分もあったんで、まあなんかまあ残念です。しっかり戻していきます。はい、お疲れ様でした。